はい、こんにちは。今回はショコラテですね。ショコララテか。UCC から出されてるショコララテ。では飲んでみたいと思いますね。うん、甘みがあって。うん。ちょっと濃厚な感じではありますかね。で、うん、この、しっとりとした味わいにちょっとなんかバターっていうかミルクがちょっと甘いミルクがかかった感じですね。で、うん、このココアのちょっと薄めかなって感じですけども、まあ、うん、ココアの甘さと、まあ、香りがちょっと際立っているかなっていう感じで、まあ非常に、うん、いける味わいではないかなっていうふうには、思いますね。で、こう、なんていうんですかね、こう、落ち着く味というかね、非常にさっぱりとした、うん、味わいで、こうね、非常にいい味わいといえばいい味わいかなっていう感じですね。まあそんなに濃厚っていうわけでは正直ないけども、でもまあちょっとしたこうさっぱりするような、うん、味わいで、まあこれはこれで結構いけ、結構っていうかまあそれなりにいける味ではないかなっていうふうには、思うんじゃないかなっていうふうに感じますね。まあさすがにこの絵のように、この写真のようにこんな風にはないですけども、ただまあ、少しこう濃厚さがあって、で、ある意味こうバターが入ってるのかなと思うぐらいちょっとまろやかさがあって、まあ落ち着けるような感じの味わいではなってるんじゃないかなというふうには思います。まあこれは、まあ買う方によって賛否両論が分かれるところもあるかもしれないんですが、まあ私が飲んだ感じではこれはこれでいいのかなっていう感じは、受けたかなって感じです。まあ落ち着く味わいではあるし、そんなに苦味が強いというわけでもないし、まあちょっとしたこういい味わいだなっていう感じですね。どうもありがとうございました。